原宿。はい、いやーもうほんと忙しくてさいやもうなんでこんな忙しいんだろうってくらいほんと忙しいね。これ忙しい自慢とか疲れた自慢とかそういう次元も超えてる。もうね余裕が全くないよ。これなんでだろう。やっても今日初めてフジテレビのプロデューサーにちょっと待ってくださいっつってお願い、ちょっと2日待ってと、やるから待っててっていう、もう偉いフジテレビのプロデューサーの方に初めて面と向かってちょっと待ってくれって言ったぐらい、もう仕事がつっかえててもう大変なんだよ。だからもうね今日もちょっと余裕ぶっちゃけないんですけども、でも結構あれ前回やってないぐらいだっけ、全然やってね、2週ぶりか、はい、なのでちょっとさすがにやらないといけないなと思って、皆さんね楽しみにしてくれてる方もいますし、ぜひ頑張ってやろうということで、原宿ボディスラムボイス、今日やらせていただきますけども、今日ちょっと岩谷がですね、なんか所用があるみたいでお休みになってますけれども、まあねスターダムもなかなか結構大変な感じでしょ多分ね。ね、北条かえりさんがあれアメリカ行くのかな、キヨンさん。あ、ごめん、いきなり行っちゃった。あ、ごめん。いきなり、あ、ごめんごめん。もうね、いや今日はもういいよ、もう行っちゃおう。はい、ということで今日はキヨノシゲキさん、久しぶりありがとうございます。どうも、来ました。そして美術家ニールセン。はい、どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さ、スターダム結構今大変なんでしょ。いや、みたいですね。ね、北条かえりが何 WW 行くの、結局らしいですね。で噂によると岩谷もなんていう、岩谷じゃないや、もう一人なんだっけ、白井さん、はい、白井さんもなんかアメリカも黒んでんじゃないかみたいな話も噂で聞くよ。ね、そしたらどうなっちゃうんですか。そしたらもう岩谷と、で岩谷でしょ、もう岩谷とあと尾藤陽子さん、はい、がツートップになるわけ。もし白井さんがいなくなれば、伊代さんがいなくなれば、でもそれじゃあちょっとだんだん人がこうね、団体って人がある程度必要ですから、いや大丈夫ですか。いやだから、岩谷は、もう完全もうかん、なんなんだ、あ、若干あいつ迷いあるじゃない、なんか、はい、ちょっと付き合い長いんだけど、なんか今日休みだから言うけど、はい、岩谷はさ、なんだろう、欲がないっていうか、はいはいはい、こう自分がこうトップに立とうって感じるだろう、なんか自分がトップに立とうみたいなところあんまなくて、なんか2番手3番手でいいや私はみたいな、あ、はいはい、でそういうちょっと空気を、まあ実際聞いたわけじゃないけども、感じるんだよね、はい、だからちょっとこれを機に岩谷選手頑張ってほしいなって、レスラーとして思ってるんですよ。第三の男じゃダメだと、第三の女じゃダメだと、第三のタイガー戸口じゃダメなわけですよ。もうね、移籍するしかないですね。もうそう、移籍するしかないわけですよ、ライバル団体に、そうなると、ね、ナンバー2がいればいいんですから、トップがいて、ね、でナンバー3とかそれで満足しちゃダメなんですよ、ね、だからもうトップと、だって岩谷さん、でもさ、なんていうの、岩谷さんも、それから尾藤さんも、タッパーあるし、手足長いから、はいはいはい、もうレスラーとしては、本当にそれこそ、最高のこう、体型、じゃないですか、まあ、やかに細いけどね、だからさ、ポテンシャルあると思うんだよね、だから頑張ってほしいなと。そうですね、ね、ぜひ、ちょっと、どうなるか分かりませんけど、ここからね、どこが本当気になります、目が離せません。また適当に今、あんまりあんまりさ、こう深く入ってこないんだ、あんま詳しくないから、そうです、すっごい適当に流してね、すみません、僕ネットのニュースで見たぐらいな感じで、その知識で今喋ってました。でもこれ技術だなと思って、あ、そうか、今勉強させてもらいました。そうそうそう、ない分からない時のね、これリアクション、もう一回聞きたい。いやいや、やっぱりね、いや、あんまり今なんて閉めた、最後閉めたよね、なんかすっげえもういいよこの話はみたいな感じで、ちょ、もう一回言いましょうか、もう一回言いますよ、もうに、もうこれしか言いませんよ、今後の動向が非常に気になります。これか、いただきたいな、これは。いや、本当。いや、だからもうちょっとね、スターダムはもう今後岩谷、前が引っ張っていくっていうね、はいはい、意気込みで頑張ってほしいなということで、今日お休みですけども、さすがに岩谷がいないと岩谷ファンが一切いませんけれどもね、相変わらずね、いつもの強いもののメンバーが、精鋭がもう屈強な4人が今もうね、どこにでもいるももクロ現場にも
もいるし、DNA の現場にもいる、もう屈強な4人だ今日は。いやそうですよね、ありがたい、ありがたいですね、まあ、本当に、ね、選ばれし者ですよ皆さん。選ばれし ね、いつか本当、いいものもらえると思うんですよ神様から本当ありがたい。で、ね、今日もまた佐々木さんも結構適当ですわ今ね。いつか神様がいいことってそれは何ですか。このね、もう本当声援に見守られながら今日は4人お伝えしたいというふうに思いますけれども、はい、さあ改めて清野さんとニールさんをね、はい、ゲストに迎えて、今日はもうあの岩手にもいないから宮森にも入ってもらって、はい、もうすっかり星野源君のオールナイトニッポンではもう脇を支えるパーソナリティの一部としてなんか最近人気を博してるみたいですけど、まあそんなすごいです、ね、星野源君のオールナイトニッポンの作家になってフォロワー数が2000人一気にアップしたんですよ。何なんだよそれお前、すごいっすね。すごいよね、星野源くんの人気はすごいね今。いやすごいですね。なんかすごいよね勢いが。毎週何かしらでヤフーニュースになってますからね。なってるよね、はい、ね、受賞で。そうだよね、はい、本人は至ってどうなの、マイペースな方なの。いや、どうなんですかね、うん、でもまあ忙しい、お疲れだとは思うんですけどね。いや実はね、この春からその、うん、星野源のオールナイトニッポンがですね、うん、曜日変わって、うん、火曜日の深夜1時になったんですよね、はい、なんと、ちょっと裏かぶりが気になりますね。いやそうなんです。で僕らはちょうどこの4月から、うん、あの火曜日の深夜2時放送だったんですけども、うんうん、日曜日の夜に移動しまして、うん、危うく星野源と裏番組になるところで危なかった。日曜日の、はい、何時になったの。夜の11時になりました。あ、いい枠じゃない。ちょっと良くなる。ラジオ日本良くなりました。ハーリー&レイス前だから、はい、そうなんですよ。すごいですね。いやいや、ついに11時ですか。もう日付前、ガキツカの裏じゃないですか。あ、そうか、11時台ガキツカの人とかですよね。11時ガキツカ情熱大陸なんかそこら辺ですよ ですね。うわ強いですね裏が。いやいやいや本当そうですけど、まあでもとりあえずラジオ的には前は爆笑問題という強いライバルがいて、うん、でさらにそこに星野源までやってきて、なるほど、これはやばいなと思って。天下のラジオ日本もね、うん、なかなか第3の男、第3の男そこはね尻尾を巻いて我々逃げました。逃げた。逃げるは恥だが役に立つということで、はい、うん、私は日曜日に移動しました。あ、そうなんだ。ちょっと待ってよ、はい、お前火曜日の 1時から何時まで。3時。え、3時ですね。1時から3時まで日本放送で、はいはい、オールナイト日本やってんの、はい、あれちょっと待てよ、あれあれお前今気づいたのか、それともとぼけてたのか、どっちだ今。いや、なんかお前ラジオとテレビは、うん、なんかギリセーフぐらいのことを僕は それ誰が決めたんだなんか暗黙の了解でなんかあるっていう暗黙の了解で、あの、いろいろ周りに相談したんですけど、うんうん、あ、一応お前分かってたんだね。そうですね、裏かぶると、はい、分かってたんだ、はい、一応お前結構そういうのとぼけるやつだからさ。とぼけてないです。大丈夫、お前業界的に抹殺されない、大丈夫それ、ね、それは大丈夫だと聞いてますが、やばいんですか。毎週火曜日2時21分からテレビ朝日でももクロちゃんをやっている裏で、はいはい、うん、日本放送で星野源くんのオールナイトニッポンやっているお前宮森河原。まあテレビとラジオは同時につけた。誰が決めたんだよ。同時につけれますからね。まあ、最悪もう一個名前つけるからね。なるほどね。そうだね。そういう人も結構いるからね。はい、ああ、まあ両方ね、テレビ見ながらラジオ聞いてもらうっていう、はい、そうですね、冷やせが出てきました。何の場なんすかこれは。そうですか、ね、もうそっちの方にじゃあ枠が11時に移動したってことは結構あれじゃないですか、聴取率もう上がってるんじゃないですか。どうですか ね。いやこれはもう本当にあのそういう実力測定の場には我々は参加してないという、うん、まあ、参加しないんですよ。まあね、そのあれですよ、だからその視聴率とか聴取率とか言いますけれども、はい、やっぱりね、やっぱいいコンテンツを作っていくことと、はい、やっぱりこの数字に左右されないっていうね、はい、やっぱりコンテンツも、まあ、もちろんね、はい、こういうそのビジネス構造の中でやるのはなかなか大変なんだけど、やっぱ理想はそこにあるよね。うん、そうですね、うん、やっぱりさ、数字がやっぱいいものできたなって思っても数字悪い時あるし、うん、あ、これちょっとなんかいまいち自信ねえなみたいな時、逆に数字良かったりすることもやっぱあるから。そうですね、そこはね、結構一概には言えない。言えないですね、うん、まあラジオ日本多分そこねレーティング入ってないと思う。そうですね、レーティング入らないってことあるの。うん、
ちょっとあんまりはっきり僕もあれですけど、相変わらずあれなの、ハーリー&レースはさ、はい、あのもう一回呼んだ人は呼ばないの？呼んでないですね。それこだわってるよね。こだわってますね。よく続くよね。そうなんですよね。え、常にアンテナは張ってますね。すごいよね、ニールセンも今度呼べばいいじゃない。あ、いいっすね。ニールセンのプロレス知識って半端ないからね。本当ですか？はい、ただ瞬発力ないんでちょっと時間がでかかるっていうのがね、あんまり表に出れないんですよ。瞬発力の時間かかるんですか？時間かかりますよ、多分。ニールセンはでもアメリカンプロレスですから、基本はアメプロ。アメプロ。なるほどなるほど。じゃあちょっとあの、いや、リストに入れておきます。はい、ニールセン候補者リストに。もうニールセンは今やもうあれですかね、モノノグ方面ではもう結構、いやもうもちろんですよ、ね、存じ上げてますよ。存じ上げてます。妄想カーライフの人。妄想カーライフ、名前を挙げて、はい、ニールセン可愛いんだよ、あのね、あ、妄想、俺写真に載っけたけどさ、はい、妄想カーライフ の企画で、はい、あの鈴木さんのハスラー、ピンクのハスラーに、本当にこう妄想カーライフで出てきたみたいなこうイラストをこうリアルで描いたわけ、はい、ニールセンがね、はいはいはい、で、あの本当の本物のサイズので描いて、はい、でそれを春の一大事のライブにアーリーが乗って出てきて、わーって免許取れましたみたいなアーリーやったじゃない。で、あれを書くのに一応商品に、あの、いわゆる落書きをするわけだから、うんうん、最初に下書きをしといた方がいいっつって、本当に60分の1ぐらいのね、うん、なんかを作ったんです、作ったんです、書いて、はいはいはい、でそれ通りにこれをスポンサーさんに見せて、要するにこういう落書きをしますと、うん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 、言って OK いただいて、同じものを拡大、その等身のものをこう書いてったわけ、はい、でそのミニチュアをこれアーリンに渡してくれますかってニールセンが俺のとこ持ってきたのよ、俺のとこに、はい、それでいやこれはね、もうアーリーなんかもう結構ニールセン、ニールセン、もう毎回の時ニールセンさん元気って言うから、はいはいはい、だからじゃあアーリーに直接渡せよっつって、ニールセンが、その方がアーリー喜ぶからっつって、分かりましたっていうわけよ、はい、で持って帰って、はい、でしばらくしてこの間またあの5月5日の、あ、5月10日の後楽園ホールに、はい、ニールセンがあのアーリーにあのミニチュアのハスラー渡してほしいって、だからお前自分で渡せよって言ったら、いやなかなか会う機会なくてって言うわけ、はいはい、じゃあ何、じゃあ一刻もこいつ早く渡したいんだなと思って、はいはいはい、じゃあ預かるよって言って、はいはい、じゃあお願いしますってもらったら、はい、こんなね可愛いね、後でね写真アップするけど、はい、靴箱みたいな箱に自分で何リボン書いて、リボン書いてリボン巻いてんじゃなくてマッキーであのホワイトボードで、絵を描くっていう世界観だったから、アーリーの妄想カーライフだから、はいはい、じゃあ、テープ巻くんじゃなくてテープも書いちゃおうって言って、うん、もう全部リボンを書いた箱を開けたらまたイラストっていう、そう、へー、そう、中にこうパッて開け、これ、まあ、アーリーに渡す前だから、まあ、だけどまあいいか言っちゃって、こう箱があって、渡してないんですね。だって今まだ俺の車の順次を、佐々木さん順次を、まだ俺の車のトランクにあるから、あらまあ、でもね、いやじゃあ言わないけど、こう開けたらすごいね可愛いイラスト描いてあって、で中にピンクのハスラーのそのミニチュア版が入ってる、はい、そう、かっこいい、かわいいとか、かわいいとか、この情熱の押しっぷりとそれも本人に出せないあのそうそうそうチキンプリとのせめぎ合いを、なんでそんな本人にね、お前自分で合わせるってなんでしょうね、このせめぎ合ってんですけど、結局あの負けちゃったって感じですね、はい、佐々木さんお願いしますになっちゃって、いやでも絶対喜びますよ、いや喜びますよ、あれはもう本当にもう玉井とか、はい、特にね、アーリンとかはもうニールセンの大ファンだから、ね、ま、後日佐々木さんから感想をいただく間接的にもうね、だから、あ、そう、アーリン のソロコンのね、はい、あのだいぶ DVD の今編集に入ってて、はいはい、それでもうほぼ出来上がったんですけども、まあ、その中に初めてね、アーリン作品で妄想カーライフの原型となるアーリン講座っていうのがね、はい、それ初めてニールセンにやって、まあ、これ元原型って言ったら東京03ですなんだけど、そのやつが模様がね、もちろん今度 DVD にも収録されるんだけど、まあこれなかなかね、こっからスタートになって、そっからなんか代理店の、広告代理店の博報堂の人が、はい、これ面白いからちょっとなんかできないですかね、はいはい、つって今回ハスラーの企画に結びついたんですけど、ちょっとそれもね、アーリーのまたね、ソロコンがね、出来がいい、あ、まあ、自分で言うのもなんだけど、むちゃくちゃ出来がいいから、はいはい、去年のやつですよね、去年のやつ、はいはい、こうだけど、はい、
これすいいライブだよ、うん、これね、あのよく絵も撮れてるしね、はいはい、綺麗だし、ニールセン の, あのアーリン講座と、あとアニメアーリンロボ、はい、出動アーリンロボ飯塚さと子の悩みっていうタイトルで、あのアニメーションがね、はい、入ってますし、はいはい、いろいろ幅広いこうバリエーションのあるライブ DVD になってますけど、うんうん、でなかなかいい感じなんで、ぜひね、これいつ発売かな、6月とかなんかそんな感じだよね、うん、はい、ぜひこれ楽しみにしていて、うん、そのアーリンが、まあ、次のソロコンが8月の25、26、はいはい、どこだと思います、木野さん、あの発表ありましたよね、発表ありました、ご存知ですか、国技館、両国なんですよ、両国ツーデイズですよ、いやいや、ちょっと楽しみにしてるんですよ、でアーリンはだからそのアーリン講座第2章みたいなのをニュースで書いてほしいって言ってたよ、はい、あ、本当ですか、うん、僕あのその確かにアーリンのライブも楽しみなんですけど、プロレスファンとしてね、うん、両国に行けるっていうのは前後楽園ついに行ってプロレスで行けるんですよ、アーリンのソロコンじゃなくて、ね、行けばいいじゃん、プロレスで行けよお前違うんです、裏にあの普段は普通の人が行けないところ、ここ選手がやってくる控え室あれどうなってんだとか、だから後楽園ホールであのメガジーさんラップラップで煽ってくる、はいはい、メガジーさんと2人でちょっと怒られたら、あーごめんなさい間違ったふりして、あの後楽園ホール探検しましょうよって言って、どっから来るんだって、でうちらは、あの上下からまあ選手、うん、新日本の大会とかやってみて、うん、こっから内藤とか入ってきたんじゃねって開けたら普通に搬入口だったんですよ、うん、まあこれ構造が今までずっとブラックボックスだったから、どっからやってくんだ、あ下の階段から上がってくんだみたいな感じで、2人でメガジーさんをレスラーにして、ちょっとあの、うん、あのここでインタビュー取ってたんだ、メガジーさん、あのどうですか、後楽園の感想みたいなプロレスごっこし、何やってんだよ、ただのプロレスファン、そうか、後楽園知らないんだ、全く仲分かんなかった、俺とか清野さんはね、まあそこそこ舞台裏も知ってるから、まあまあまあ、結構ちっちゃいんだな、あもう控え室なんかも結構ぎゅうぎゅうですよね、はい、そうですね、あそこはあれで分けてたんだろうと思って、そうなんですよ、でシンメトリックじゃないですからね、あそこはね、そうですよね、要は左右非対称なんですよ、そうそうそう、西と東がね、そうそうそう、通路違うでしょ、そうです、はい、階段も違うでしょそうです、それであの抜けて、あのその奥の方にタバコを吸えるスペースがあって、はいはいはい、でメガジーさんのここにいて、ババさんとかここでハマキ吸ってたんですかねってもうこっからはもう分かんないから妄想の話なんだけど、そうっすよね、ここにモスマンがいてみたいな話マナウケアモスマンがマナウケアモスマン、太陽系じゃないですよ、マナウケアモスマンっていう風なシミュレーション、何をやってんだかって感じなんですけど、であの渡瀬選手のばったり会っちゃったから、ああ渡瀬選手頑張ってくださいって言って渡瀬瑞希ね、いやだ、そうだから後楽園じゃなくて、あの国技館もさね、そういった支度部屋とか、ああもう全然わかんないですよ、もう見れるわけだから、これはもうあのロケ班行って、そうですだからお前直接関係ないけどねステージングスタッフじゃないから、あのそうです、あの仕込みをあのその前で仕込みで、ね、ぶっちゃけ言ったら別に現場行かなくてもいいなんですけどね、まあ、行ってまた探検やってると思うんで、うろうろしてたらあいつまたやってんなって、そうですね、もののふの皆さんもあのニールセン見かけたら声かけてくださいじゃあ普通に探検してるっていう、 あれ仕事してんじゃない、ただ探検隊だからって言ってね、ね、はい、さあ、ということで、はい、もうあれですよ、だから、うん、僕は今、まあこれはちょっとツイッターでつぶやいたんですけど、はい、まあ、ももクロをやっている流れで、うん、国立競技場やらせてもらって、うん、日産スタジアム、うん、埼玉スーパーアリーナ、うん、横浜アリーナ、うん、日本武道館、ね、いろんなとこやらせてもらいましたよ、エコパスタジアムにしてもね、はい、中で、本当に今、本当数少ない、やらせてもらってないところで、後、うん、楽園ホールですよ、うん、あもう後楽園ホール、僕たちプロレスラーにとっては聖地ですね、うん、そうです、もう僕はもう小学校、中学校の頃から後楽園ホール行ってプロレス見てましたから、あだからもうそんな憧れのところで自分が要するにプロレスのね、こう演出をするというか、はいはい、やるのはやっぱ夢のよう でついに5月10日 DeNA やらせていただきました、うんうんうん、ね、さあということでこの話をちょっとしないといけないと思うんですけど、うんうん、まあまずは清野さん、はい、ご招待してね、はいはい、見ていただきましたけど、いかがでした？いやもう後楽園ホールでちょっと見たことない光景といいますかね、はい、やっぱ北側を客席を潰すというのは、まあ、あまりこうポジティブな印象は通常はないんですが、その潰してる感があまりないというか、潰したことによってより華やかに、あこういうステージができるんだっていうのは入場ゲートを見て思いましたね。
後楽園ホールであそこまで飾ったのってあんまりないですか。あの入場ゲートを作ることはよくあるんですが、はい、ああいうんじゃないんですよ。もう本当なんていうんですかね、うん、はい、割と部分的な装飾なんですけど、今回は幅20メーターっていうかなり の見たことがない。20メーターってね、もうね後楽園ホールいっぱいいっぱいなんですよ、ね、下側の、でうち実際に立て込んでる時に立てながらセンターの位置がちょっとあの下手って、正面から左の方ちょっとずれてたことに気づいて、これ入んのかなって、入んないんじゃないのって緊張してて、ギリギリ本当入ったんですよ。そのくらいのもういっぱいいっぱい使った。あんな大きな入場ゲートは見たことないですよね、うん、実際そう言ってましたが、後楽園のその、映像チームの人が、うん、こんな幅のワイドのでかいセットを初めて見たって後楽園史上、ないですよあれは、はい、あれそう新宿フェイスでずっとやってたじゃない、うんうん、で新宿フェイスのまんまをねこう持ってって、うん、でこう後楽園ホールの引いた絵にその縮尺でそのデザインをはめたら、はい、ちょっとこう寂しかったんだよね、うん、やっぱ寂しいのよ、その新宿フェイスのまんまを持ってくると、はいはいはい、でこれ寂しいなと思って、うん、でせっかく後楽園だしね、うん、だからこれどうしようと思って、でニールスにね、ニールスパネル作ろうって新たに作ったんですか。作った、あれ後楽園用に。そうなんです。本当怖いね、いくら請求書が来るかもう。マジで。ニールセンさんから請求書が来るんですか。はい。そうそう、ニールセンから、そう請求書が来るんだけど。いやいやいや、でもあの照明の感じといい、うん、あやっぱり後楽園ホールじゃ見たことないやっぱり感じでしたね。でもまああれだけまあ飾ってさ、照明とかセットとか飾っても、やっぱり試合がね、ダメだったらさ、やっぱり。あるじゃない、はいはい、ね、でやっぱさ俺 DeNA これで 3,4 回ももっと見て5回くらい見てるけど、うん、やっぱ若いからさぶっちゃけムラがあるんだよ、うんうんうん、試合に、うん、いい時と悪い時とあと何あの噛み合わせっていうかさ、うん、そういうのあるじゃない、はいはい、であの実はこの後楽園の後前の1個エピソード32とか、うん、新宿フェイスで、うん、俺はねちょっとダメだったんだよ、うんうん、これはダメだっつって、うんうん、こいつらこんな試合してたら、うん、あもうダメだぞっつって、うん、その SP 広告の武田さん捕まえて、うん、もうこんな試合してたらもうダメだよっつって、うん、これも高木さんに言ってっつって、うん、こいつら若いのにもうこんななんかこなれたような試合してたら、うん、ファン離れるよっつって、はい、もう武田さんもガツンと言わないとダメだよっつって、で俺直接選手にいる立場でもないから武田さんから言ってもらって、まあそれで火がついたかどうか知らないけど、よかったね後楽園試合、うん、よかったよね。僕はあの2試合目からもちょっと面白くなっちゃった。もう春のキャラ祭り、春のキャラ祭り、第1回春のキャラ祭り、春のキャラ祭りの6面カットで、で、あの、あれは、岡林雄二、下村大輝、島谷常広対ロイズ・アイザックス、レッカ吉村直美。やっぱ僕あの、岡林、下村、島谷、だから筋肉ちっちゃいのちっちゃいのっていうコンビのこっちの、あの引っ多分この3人が引っ張ってたろうなって感じ、うん、もうその下村、島谷のちっちゃい図、うん、あの、うん、グランミリメーターズ162と157センチが、もうとにかくあの小刻みによく足を刻みながら、なんて言うんだろう、もうあのよく動いてて、いやグランミリメーターズよかった、はあ、ヤマハブラザーズ思い出した、あのいくつなんですか、星野勘太郎、山本です、山本です、はい、ヤマハブラザーズ、はい、とにかくいやでも本当だよね、平成のヤマハブラザーズだね、本当にあの足の刻み方がとにかくあのじっとしてないんですよ、ずっと止まってる最中も足刻んでるんですよ、あでなるほど、すっごい動いてるよ、ね、マリオの B ダッシュですよ、うん、ずっと動いてるんですよ、でそれで岡林さんがもうあの人あんな筋肉なのに一番元気がいいから、あの人ね、うん、あの人いつもああいうファイトなの、すごいいい試合するよね、いい試合しますね、なんかあのロールモデルになってるか、みんなこうやれよみたいな感じの、あの人引っ張り方してんだなって、岡林で大日本でしょ、大日本です、大日本って割と何あのデスマッチのイメージあるけど、あの人はそういうんじゃなくて、じゃない側の、まあ、ストロング的な人ですね、あの、うん、関本さんとかとやってるような、はい、すっごいいいプロレスラーだよね、うん、すごいですよ、岡林さんって引っ張りだこしあの人、うん、そうですね、もういろんなとこやっぱり呼ばれますね、
ね、あの体であんだけ動くってさ、すごくない？あともう顔がもう面白い。顔がずっともう岡林あんなに全力なんですよ。ずっともう次の瞬間死んじゃうんじゃないかってぐらいのずっと力んでる感じの。なんかあの人が出るともうずっとなんかあの注目しちゃいましたずっと。いやーこれは良かった。もう第2試合これ、あとやっぱ島谷ね、157センチ。どう、ああいうレスラーってさ、キヨンさんはさ、はい、割とこう王道な、新日本とかも実況されてますし、はいはい、こう王道なこうプロレスをやってらっしゃるキヨンさんとしてみたら、はい、ああいうのはどうなんですか、で島谷みたいな。まあまあ、新日本にもあのグラン浜田という方がかつていましたので、ちっちゃい、いや、ありでしょ。マリポーササッポー、マリポーササッポー、ありだと思いますよ。あ、ありですか。あの本当に彼は顔がいいっていうか、うん、それこそ岡林さんもそうだけど、島谷はいいな、うん、あとやっぱ吉村ね、吉村選手もいいですね。あいつだってまだ本当プロまだ10戦やってないよ。そんなもんですよね。うん、これだから、もしかしたらあの島谷さん、あの2人で攻め込んで、吉村選手、うん、攻め込んで、もしかしたら1回丸め込んだ時にクイック入った時に、うん、あ、ジャイアントキリング起こるんじゃないか、吉村狩り起こるんじゃないかって一瞬思うような、ね、こう乗り方で、やっぱね感情移入は、ね、絶対岡林、下村、島谷組で僕見てたんですよ。岡林さんといえば、たかだかこの間の5月10日に900人も入ってないような後楽園ホールの話題をこの公共のラジオでどんだけマニアックな話リスナーの方が全然ついてこないかもしれない。あとレッカがコスチューム新しくなってた。 あったね。そう、うん、だからこれもしかしたらワンチューロもひょっとしたらセットで新しくなってんじゃないかな。でもさ、あのそれこそヤマハブラザーズとさ、よくアンドレ・ザ・ジャイアントみたいなさ、うん、何変則、はい、タッグマッチやってたでしょ、はい、昔よく、はい、ね、1対2のね、1対2のやってたよね、はい、アンドレ・ザ・ヤマハブラザーズ。そういうのでやればいいじゃん、吉村とグランミリメーターズの あの変則。これ高木さんに言ってみよう。あ、確かに最近ないですね、あんまりね、うん、盛り上がるよねこれ、うん、いや、可愛かったんですよ、とにかく。あ、俺じゃあまあさ、ちょっと発表したから言うけど、7月4日の後楽園ホールで、はい、一応俺らあのお役御免になるわけよ、はい、でダニルセンも俺も、うん、はい、あのあいつも豊本もね、はい、メガジーも、はい、みんな、まあ僕らグループが1回あのあと引くんですけど、うん、あのちょっと頼んでみようかな、7月4日に吉村とグランミリメーターズ あの変則タッグマッチ。ダメかな。ツイッターでもその報酬やってて、なんだかあのちっちゃいやつだって、選手があの吉村さ、ぶっちゃけさ、あの下村とかあの柴田に先輩だからね。あ、業界ですよね、確かに、うんうん、いやこれね、ちょっとそれこそ本当平成のヤマハブラザーズ、うん、あの VS アンドレ・ザ・ジャイアント的な、はい、ちょっとノスタルジックな試合、うん、どうなんだろう、ちょっと楽しみだね、うん、確かに。なそういう意味で言うとさ、俺はね、やっぱ島谷と吉村と、うん、いいなって思うのは、まあ、みんないんだけど、特にあと上野ね、うんうん、さあこの上野の話ですよ、はい、この上野くんっていうのはデビューまだ7ヶ月ぐらいで、うん、俺はねデビュー当時の高田信彦を彼に見たの。あー、はあ、はあ、うん、なるほど。上野くんにね、はい、上野ゆうきくん、はい、ゆうきくんで、彼の高校の同級生が竹下幸之助、うん、これは今や DDT のもう立派なエース、はい、もう格差すごいよね、うん、そうですね、もうね、大スタートまだ雑木作家みたいな、うん、はい、そんな感じじゃない、うん、でそれぐらいの差があるのに、まあ試合をさせて、うん、この試合どうでした。いや、あのすごい良かったですね、やっぱ。あと、まあ竹下選手がやっぱ格をちょっと格の違いを見せるようなね、うん、試合をしてましたね、うん、やっぱバックボーン大事だと思ってね、あの、まあ、初めて来る人が もしかしたら両方、いや言われた、あの同級生対決は泣いたって、はい、初めてねプロレス見に来た人何人か、それこそ霧島なんだっけ、部活辞めるってようで、はい、日本アカデミー賞、脚本賞を取った木安康平、はい、これ木安康平はあれですよ、 DNA の、V の、 ナレーションやってくれてるんですよ、実は。ずっと1回目から僕やってる時から、そうなんですか、うん、木安康平にナレーション、もともとは初めの一歩の、はい、一歩の声の人ですけど、はいはい、この木安康平が初めて見に来たんですよ、あのこの間後楽園 DNA、はいはい、もう泣いたっつってましたよ、上野と竹下の試合、それぐらい喜んでくれた、うん、やっぱバックボーン大事だよね、あのそう、同じ同級生、昨夜この花高校でしたっけ、うん、あの大阪、はい、USJ のあるあたりだそうなんです、はい、うん、で この2人があの時を経てもうチャンピオンと、そうですよね、デビュー7ヶ月の新人みたいな感じで、これでまさかマッチメイクされるって言ってたよね、うんうん、で後楽園ホールでって、うん、これが最初の2人の最初の試合って幸之助さん言ってましたけど、うんうんうん、
でまあドラマチックでよくこんなにキャラ持った要素持ったなぐらいの、ねうん、出来事があって、うんうん、これ見やすかったです、ね、見やすかったし、あの全然こうなんかあの竹下幸之助って俺初めてちゃんと見たけど、うん、本当にいい選手ですね。そうですね、そりゃ DDT のトップ取るわっていうぐらい、うん、同じ21歳で若いんだけど、うん、要するにこうなんていうの、まあ、あの試合ああいう風な試合に持ってった、うん、このもう格の差を見せ、もう見せつける上から踏み潰すみたいなさ、うんうん、ああいうファイト、そう体のサイズも全然違うし、そうですね、うち、仕込みの時リング組み立てる時、うん、上野選手と竹下幸之助選手が2人は同級生なんで、うん、談笑しながらコーナーポスト立ててたんですよ、うんうん、2人で、うんうん、っていうなんかあの、うん、なんだろう仲睦まじしい、うん、光景見てって、うん、その後でこの試合見てると、うん、こんなにもいきなりスイッチ入るとえぐい感じになるのだと思って、うん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 、そのうちその2人の高校生のこと知らないですけど、うん、よかったです最初に僕なんだろう2人のこう仲いい感じ、うん、普段はこういう感じなんだみたいなのが見れて、うん、でひとたびでリングに上がってゴングになればね、あんなえぐい試合ですね、ブレーンバスターをエプロンにお腹の方ですよ、うん、あれすごかったね、エプロンの角に叩きつけ痛い、あれは痛い、痛いよね、痛い、関係ないけどお腹押さえちゃったんですよいやもう本当にあんなバチバチでいくとは思わなかった、うん、もっとクリーンファイトっていうかさ、うん、結構ラフファイトだったじゃない、うん、そうですね、なんかねお互い確かめつつ静かな試合を最初やるんだろうなと思って、ね、最初からですよね、あれはねやっぱあの試合をやっぱ、リードした竹下っていうのはすごい選手だなと思いましたね、うん、それと、ちょっと語りたいのはですね鈴木大です、うん、鈴木大これ塩崎豪との試合でしたけれども、鈴木大はだんだん良くなってきてるね。いやなんかね、まさもしかしたらっていう感じでしたね、ああ前回あの時間的にも逃げ切んじゃないかってでなんかクイックで取っちゃうんじゃないかみたいな、はいはい、ありましたとらったよね、はい、鈴木大はやっぱりこうがむしゃらでだけで言ってたのがやっぱり技を返すようになっていったり、そういうところで前回の田中正人戦から自信になったのか、やっぱちょっとこう見せる試合というか流れができてきてて、ね、結構お客さん湧いてたよね、湧いてました、ね、いやもう結構いったよね、みんな時計見出してあれだからもう7分一本勝負だからね、次もタイム、ね、宮本さん言ってたんですけど、次タイマー出した方がいいんじゃない、なるほど、もう残り、そうだね、あれそういうゲームだから、そうだね、7分で逃げ切れるかどうかをお客さんの方も、そうだね、テレビ的にね、はい、で残り1分ぐらいだったら文字がでかくなって、それ後楽園でやろうかももクロのももクロのカウントダウンみたいなカウントダウン、最後みんなカウントダウンしたいですね、そうね、そうね、3、2、1とか言って、それいいね、それ7月4日にやろう、はい、じゃあね、カウントダウンタイマーで、はい、鈴木大と塩崎豪はどう、いやもう鈴木選手のあの胸の見ました、変色具合がすごくてすごかったよね、俺ちょっとツイートしちゃったけど、もう青黒くなってたよね、そう紫を超えてもう黒になってましたよ、ね、ちょっと見たことないですね、そうですね、あれはちょっと翌日大丈夫でしたかっていうねお風呂入れないよね、入れないですよ、あれはもういや塩崎豪のやっぱりチョップすごいですね、音だけじゃないんだって思ってたの、ね、あの塩崎豪選手の、はい、あのこう連続のチョップのあのスタイルはもうまさに小橋健太、小橋選手の、そうですね、ですよね、はい、あの小橋健太伝授みたいな感じなんですか、そうですね、小橋選手の付き人をやってましたからね、あそうなんですか、いやーだから鈴木大の試合は毎回こう見ててハラハラするんですけど、よかったですね、よくぞあのチョップを耐え抜いたと、そうですよ、でですよ、はい、で7月の4日に僕ら1回、一戦を引いて退くので、うん、7月4日に全てこなすにはあと4戦一気にやんなきゃいけないっていうこれ、ヒロドさん、これどういうことどんな帳尻の合わせ方ですか、どういうことこれ、あっていいのこういうこといやいや、もう帳尻を合わせるにも程があるというこうそうなんですよ、だから7月4日に残り4人と対戦するのには、うん、もうやっぱりどうしましょうってなって、うん、で一応高木三四郎と、はい、あの俺と SP の武田さんとでやって、はい、やっぱりでももうこれはもう過酷だけども、一応一回この新、第2章というか、はいはい、新体制の中で完結した方がいいだろうってことになって、うん、じゃあ完結させましょう、うん、1対4ですっていうね、ことですよ、
下手したら4回必殺技を。そうですよ、クラウド。そうですよ。でもこれね、豊本も言ってましたけど、まあキャスティングがまだ、キャスティングってなんていうの、選手がまだ、はい、ブッキングができてない、はいはい、鈴木大 VSXXXX になってるから、うんうん、この4人の X で、うん、でただね、これ裏を返せばですよ、はい、1対4で、はい、不利に見えますけども、鈴木大が、はい、でも7分の中で、うん、鈴木大は1人とでも引き分ければ、うん、鈴木大の勝ちなんですよ、うんうんうん、つまり、うん、この4人はたった7分の中で1人1回必ず鈴木大からフォールを取らないと、ね、鈴木大を引退に追い込めないんですよ。あ、そうか、引き分けでもいいんですもんね。そう、引き分けでもいいです。だからポンポンポンで、例えばですよ、うん、鈴木大が3人にフォール取られて、うん、で残り1分ってなった時に、うん、その4人目の人は1分以内に鈴木大をフォール取られなければ、うん、鈴木大の引退は撤回になるわけですよ。なるほどなるほど、うん、だから鈴木大は割と不利かと思いきや、うん、意外にチャンスなんですよ。なるほど、これだからこの4人がどういう4人がキャスティングされるか、ブッキングされるかが、これ結構ミソなんですよ。そうですね、はい、どこら辺がいいと思います？でも最後の相手かなりね、もうこれまでそうそうたる田中将人選手であったりとか、このね塩崎剛選手とか来てますから、あまり下げられないですよね。そうですよ、それはそうですよ。なんか淵正信さんそれ下がってませんかそれは淵さんとかさ、でもさ、あとさ、なんかこの間ボブサップ来てたでしょ。あ、来てましたね、はい、俺ボブサップいいと思ってたんだけどね。豊本が最初言ってたピーターアーツって豊本ね、最初豊本もね、結構ね、あいつ意見言ってくんだよ、はい、鈴木大の、あいつ鈴木大が好きみたいで、鈴木大のテーマ曲佐々木さん変えた方がいいですよって言うわけよ。で、あいつ鈴木大が中島みゆきさんの、はい、ちょっと割と、はい、なんだっけ、未熟者、未熟者、本日未熟者、はいはい、まあ、どっちかっていうとこう暗い曲なんだけど、それでなんかドヨーンって、なんでお前入ってくるんだっつって、うんうん、だ鈴木大は入場曲変えた方がいいって俺に言ってきたんですよ、はい、でよし変えちゃおうぜっつって、でお前イメージあんのって、鈴木大がいないとこで俺と豊本で何が言ってたんだって、豊本がいや鈴木大はね、アンパンマンの歌詞にものすごく共感を持ってましたと、うん、だからアンパンマンマーチをいわゆるロックビートに変えて、はいはい、かっこよく作ったらどうですかねって、わあそれ面白いねって言って作ったの。で多分鈴木大はあれ5月10日当日初めて聞いたと思うよ入場の時に。まあまあまあ昔はでもそんなもんでしたからね。そうですよね、うん、それぐらいね、結構ね鈴木大はね、豊本は鈴木大に思い入れ持ってる、うん、だから次の相手もね、4人もいろいろあいつも意見言ってきてますよ、うん、こんなのがいいとか、最初ピーターハーツとか、本当にお前ピーターハーツオランダから連れてくるのいくらかかるんだよって危険です、やっぱりそもそも。そうですよね、そもそも危険すぎる危険すぎますよね。危険すぎます。そもそもプロレス的なセンスがあるのかな、ね。まあIGF でやってましたけど、IGF は普通のプロレスじゃないですから、やっぱり。そうっすよね。いつ何が起こるかわからないっていうね。そうっすよね。さあ、そう。それで、もう一個だけ最後、まあ鈴木さんも頑張って、最後はやっぱりメインだよね。ああ。樋口とマイク・ベイリー。はいはい、で俺は思ったのはやっぱ樋口ってこれをもって DDT 卒業になったけれども、はい、DNA を卒業になったけれども、はい、やっぱ樋口くんってパワーファイトもできるけど、ああいったマイク・ベイリーみたいな、うん、ああいったらにフライハイというか、はい、そのハイフライヤーの人、うんうん、とちゃんと試合できるんだなと思って、すごい受け切るんですね、あの人って、ね、感心した。あと柔らかいですね、やっぱりね、柔らかい体が、うん、いやそれはね、ももクロのコレオグラファーの石川由美も言っていた。あ、そうですか。本当にね、体の芯がもう軸がぶれてないってずっとそうで、石川由美はね、樋口上定推しですから。へー、そうで、うん、で曲を作った宗本晃平、ももクロバンドのバンドマスターの宗本晃平は吉村直美推しですから。へー、うん、それぐらいね、ゆみちゃんは押してました、樋口を、うん、体柔らかい、びっくりした、感じました。いや、もう感じました、やっぱりそれはね、うんうんうん、体あれだけ大きいのに、大きいとってやっぱちょっとなんか鈍重なイメージが ね、 そうですね、ありますけど、ジャンボ鶴田見てるみたいな、これさらに飛べる、プランチはやりましたよね。やった、やりましたね。あれ後楽園の雰囲気がそれを指したのか知らないかもしれないけど、この体で飛んだって思って、うん、ドロップキックもやったよね、綺麗なミサイルキックか、はい、よかった。
けども、さあそんなね、あの DNA、うん、もう僕らやるの7月4日で一応一区切り最後になりますんで、ちょっとこれから面白いことまた2ヶ月ありますんでね、いろいろ考えて、うん、いろいろマッチメイクとかね、そういうのもあのアイデア出してやっていきたいというふうに思いますけれども、さあ今日ね、キヨンさんに来てもらったのちょっと遅くなっちゃったんだけども、38、40分話しちゃったよ、あと20分しかないよ。さあキヨンさん、はい、キヨンさんが出したこの1000のプロレスレコードを持つ男、素晴らしい、これさ売れてんだって。いや、おかげさまで。いや、売れると思うよ、これ絶対面白いもん。いやいや、僕も本当想像もしてなかったんですけど、まさかの重版になりまして、ほら出た、ニールセン、これ初めてさっき見て感動してたね。感動してて、ですよね、やっぱその感動がじゃ消えない間にあの書店にぜひ駆け込んでください。2、3日置くともうね、すっかりなくなりますから。いやでも1000のプロレスレコードを持つ男って、本当にね、1000どこじゃないよね、持ってんのね。いやまあまあ、約ね、1000という感じでございますけど、いやすごい、もう、まあ、とにかく日本1、2を争うトップコレクターだからさ、はい、プロレスレコードのね、いやもうようやく日の目を見たという感じ。これまあいっぱい持ってるけども、はい、一番貴重なものっていうのは何なの。一番貴重なもの、その要するにプレミアがついてるのは、ついてるもんなんでしょう。まあやっぱりそうですね、売ってないものだと思うので、まあそのね、ジャイアント馬場さんの日本プロレス時代に出たそのシートっていうのがあるんですけど、うん、そのシートね、ペラペラの、ペラペラの、うんうん、当時まあそのお客さんに5000枚つくプレスして、それを配布したというものがあるんですけど、ね、非売品が、うん、これなんかやっぱちょっと、それは何なの、馬場の何なの。まあ馬場さんの歌が入ってたり、大木金太郎の歌が入ってたり。馬場と大木さんが歌ってんの。はい、吉村道明も入ってますね。日プロ時代、それ何、あのエキセトラレコードとかさ、はい、ああいうとこ行った相場、ユニオンとか行った相場どれぐらいなの。まあそうですね、まあ2、3万はするでしょうね。おー、すごいすごい。そういうのは、どうやって手に入れる。いや僕は買いましたよ、やっぱり3万で買いましたから僕は。どこでそれは東道館で買いましたね。あ、やっぱお宝見っけるともうちょっと興奮するわけ、やったーみたいな。そうですね、まあさすがに最近はもう多分ないんですけど。どこで狩りしてるんですか、いつも。狩りはね、まあ最近でもネットが多いですね。ネットか、ヤフーとか、はいはい、あとはその海外の eBay とか、そういうあの海外、アメリカからだからもう船便で送ってもらうみたいな、うんうん、あ、もうドキドキして待ってるんですよ。来たーみたいな、来たみたいな。あと外国人の書いた文字でね、僕の住所が書いてるわけですよ。刺激器用のとか言って、来たよみたいな感じで。それやっぱレコードにこだわるって何かあるの。なんかレコードの方が、なんていうんですかね、まあ、コレクションしやすいというか、コレクタースピリットがなんか CD だとあんまりなんかワクワクしないんですよね。あ、コピーも簡単にできるし、あとさ、俺はさ、レコード好きなんだ。レコード開けた時のさ、特にさ、昔タワーレコードとかだとさ、外国から送られてきたユニオンをかけた時のあの匂いがね、そう、外国の匂いがすごいんだよ。そう、LP レコードとか、そう、あれいいですよね。あれいいよね。あれいいですよ。レコードのあの匂いがね、いいでしょ、あれ。アメリカだって感じがしたね。そうそう。もう当時タワーレコードね、はい、ビーって爪で開けて、カッて開けた瞬間の、そう、あのアメリカの匂いがさ、いいですよね。良かったんだけど。ロマンがありますよ。今何探してる レコードとかあるの？今はね、これが欲しいなみたいな。これが手に入んないのみたいな、何の？何な、いやもうレコ、あんまないっすね。ない。もう音源化されてないものが欲しいです。なんで？音源化されてないものが欲しい。あ、これは欲しいと、はい、我らチャンピオン歌うっていうタイトルの、そうなんですよ。これが馬場さんがレコーディングスタジオで、馬場何歌ったの。馬場さんね、マンチュリコーダっていう、え、何何、まあ古いこう、なんていうかね、もう一回、何コーダ、マンチュリコーダ、マンチュリコーダ、はい、はい、あ、マンチュリっていうのはあの満州のことですね。満州のことを思って歌うみたいな。馬場がなんで満州のことを思うんですか。わかんない、作詞は馬場さんではないので。マンチュリコーダ、あ、マンチュリコーダという、もう歌ってたとかね、すごいな。でね、今日はこの、はい、まあ、重版記念ですよ、この1000のプロレスレコードを持つ男、はい、重版を記念して、いやもう清野茂樹が選ぶ入場テーマ、ベスト3を、はい、今日はここで発表しながら聞いていこうじゃないかと、聞けるということで、清野さんに今日は持ってきてもらいました。いやもうね、これ難しいんですよ、うん、確かに、うん、つ絞るのは難しいよね。あくまで今日の気分でということに、まあ、よくビートルズでベスト3って言われても難しいじゃないですか。あれと一緒ですよ。カンケさんと一緒だね、カンケさん。そうです、カンケさんはもうビートルズでナンバーワンとかの大嫌いだもんね、あの人ね。ああ、そうですよね。カンケさんはもう、ビートルズ展とかのそれやってますけど、やってるのにさ、やってるけど、そう、順位は出さないっていう、はい、な、一緒です、今日の気分で。なるほど、うん、はい、
俺は今日の気分はね、じゃあ3曲すぐ言うよ、はいはい、ね、ドラゴンスープレックス、はいはい、藤波辰巳、はいはい、それからやっぱり J、はい、ジャンボ鶴田、はいはい、それとあとね、もう一個はやっぱりね、トゥーハーツ、あー、長谷さん、長谷博士、はいはい、この3曲は俺今日の気分かな。意外と、意外と、長谷さんがそこに入る。僕ね、トゥーハーツ大好きです。ジョッパー、はい、トゥーハーツはたまんないですね。あ、そうですか。たまんないっす。意外っすね。あ、あとね、僕好きなのはね、フリーバースのね、曲。あ、全然曲調違いますね。全然違います、はい、フリーバースの曲って、外国のレイナード好きなの。レイナード好きなの、はい、うん、レイナード好きなの、もうむちゃくちゃ好きですよ。あ、いいっすね。ニールさん、ちなみに曲が、僕、3位は、3位、3位は1曲でいいよ、お前。まあいいや、3曲言っていいよ。いや、1曲いいっす。ブリティッシュブルドックスの、カーウォーズっていう、ダイナマイトキットがね、ダイナマイトキット、全日本プロレスで使ってた曲です。かっこいい曲なんですけども、ブリティッシュブルドックス、ブリティッシュブルドックス、トムスコットっていうサックスプレイヤー。あ、トム・スコットって結構有名じゃないですか。有名、はい、フュージョン界の。フュージョン、あ、さすが、もうサックスプレー、はい、サックスプレー。トム・スコット渋いですね。そうなんですよ、カウォーズ。宮森はちなみに、僕はもう分かるわけないな。そうですね、じゃあ、キヨンさん、はい、ちょっとじゃあ今日の気分の3つを、まず最初の、はいはい、じゃあどうします、第3位からいきますか。第3位いきましょう、はい、じゃあこの曲です。第3位を聞いてください。うん、今準備してますからね。あ、ね、もう順番通りです。1曲目、第3位、はい、あピンポーン、はい、佐々木さん、スカイハイ、正解、フルマスカラスジグソー、はい、最後だよ、ベストオブスーパージュニア。いやー、これはやっぱりこれを聞くと当時の時代背景を思い出す。俺の時代背景はいつかっていうと、全日本プロレスのスーパーアイドルシリーズです。はい、あー、はいはいはい、昭和56年ぐらいかな、はい、マスカラスブラザーズとか、はい、リッキーもいたんじゃないですか。リッキーもいました、はいはい、あとリスマルクとか、リスマルク、はい、ああいうのいました、はい、アニバルとか、アニバルと、はい、ああいうのいましたからね、うん、はい、僕見に行きましたもん、それこそ後楽園ホールに。おー、その時の僕は状況がフィードバックする曲かな、これは。これはね、本当に1977年に初めて使われたんですよ、うんうん、これデンコロで初めて使われたんですね。いや、一発目は後楽園です。後楽園の、はい、で、まあ、その当時のことを、まあ選んね、いつどういうシチュエーションで使われて、うん、まあ、誰が曲を選んだのかみたいなことを僕は調べて本に書いたんですけども、うんうん、意外なことが、ね、いろいろ分かってくるんですよ。初めてこの曲が使われた時、マスカラスはタッグマッチでやりました。あ、さて、その時のタッグマッチのマスカラスのパートナーは、うん、一体誰でしょうか。ピンポン、この本の中に正解が書いてあります。あー、そうだ、ね、はい、この本見てくれってこと、はい、この本見てくれってこと。ちなみに俺はデストロイヤーだと思うけど。デストロイヤーとマスカラス、うん、タッグ組んでました。あ、違うんだな、はい、違うんだな。じゃあ当たってたら、ね、当たってたら、はい、はい、弟のドスカラス。あ、それはまあ分かりやすいな。わけないです、なわけない、そんなクイズの問題になんないもんね。なんないですから、なんない、意外な人ですよ。誰だ。マスカラスは1977年に、はい、ジャンボ鶴田と雨の田園コロシアムで UN をかけて戦いました、はい、それは、その後ですか。それ後です。初めてこれを使った、はい、デンコロでマスカラスがジャンボ鶴田と対戦したのは8月25日のことでありました、うん、初めてテーマ曲を使ったのは2月の17日のことであります。6ヶ月後だった、はい、あ、いや、これまあ選曲を誰がしたっていうのは結構やっぱりその本に書いてある、この本に書いてあるけど割と意外な感じっていうのは、うん、まあまあ、ディレクターです。テレビの中継のディレクターです。当時はやっぱり中継の日テレの人が結構考えてたみたいな話があるんですよね。そうです。馬場さんの曲とかも、そうです、そうです、ね、日本テレビのスポーツマッチですもんね、馬場さんの入場曲。そうなんですよ。そうですよね、はい、うん、まあまあ、曲でこれを使えみたいな感じで。これなんでジグソーにしたっていうのはなんか理由があるからですか。要するにこれは、ね、映画の曲でしたよね。もともと映画の曲ですね。でたまたま、まあ、ディレクターがディスコに行った時にこの曲を聴いて、あ、いいなと思ったというのがきっかけだそうです。そう、なんかプロレスの入場曲っぽくなかったんですよ、ボーカル入りで。ないよね。そうなんですよ、うん、まあイメージに合ってましたよね、マスカラスの。やっぱ昭和52年、1977年でディスコブームだからね。ディスコ、そう、要はね、もうグリースだなんだね。おっしゃる通りですよ。サタデーナイトフィーバーとね。サタデーナイトフィーバー、そう。あ、なるほど。ステインアライブとかめちゃめちゃ入ってる。トラボルタン。トラボルタン。まあ、そうさ、その頃ですから、はい、多分今そのディレクターの方々は60手前ぐらいのね、うん、多分方々だと思いますけど、はい。そうですか。いや、素晴らしい。いやいやいや、もうこれはもう本当スタンダードです。お話がつきませんね、これ。いや、つきませんよ。つきません。はい、じゃあ第2位いきますか。じゃあ第2位は2曲目お願いします。おー、はいはいはい。あー、はいはい、2位戦どうぞ。
前田明選手キャプチュード、はい、正解でございます。まあまあ入ってたんで、リングスで毎回このキャプチュードね、はい、これ前田さんキャプチュードは、はい、これは新日本時代は違うんですか、あ彼のテーマ、あーこれがですね、はい、さすがいいところにお気づきですね、まあ、新日本プロレス、まあ、辞める前と辞め、はい、いや一回出て行って戻った後とありますけども、はい、そもそもですね、はい、キャプチュードもいろんなバージョンがありまして、はい、今お届けしてるのは、はい、前田さんが一回 UW4 を作って戻ってきた時新日本プロレスで使っていたのがこのバージョンです。つまりゲームにするとリングスではこのバージョンではない。なるほど。リングスは原曲 の、まあ、あのフェードインで始まるんですよ、うん、でこれはフェードインだとやっぱりね、あのプロレスの入場でフェードインってあんま盛り上がらない、確かにバチッときませんよね、そう、頭、ど頭ガツンが必要なんですよ、うんうん、それでこれは新日本プロレスの、うん、まあ、あのこれは当時テレビ朝日のですね、うん、音響を受け負ってる、うん、まあ、東京サウンドプロダクションという会社が、うん、音響の人が、音響が、音響の方がど頭にこれは音をつけてます、カットインで入ってますから、ドドドドドドドっていう、これそうそう、だからこれ知らない音だった、知らないでしょこれ、はい、一瞬聞いて分かんないでしょ、はい、これ、はい、ワワウ世代の僕はちょっと分かんない、なるほど、はい、リングスの人は分からない、はい、じゃあリングスはフェードインを使って、フェードインを使って、そうです、パー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 です、ね、最初のこっからですね、そうなんだ、これはもう新日本時代か、俺はね、まあ、リングス実は1991年ぐらい、うん、分かんないけど91です、はい、はい、あんまり実はその頃リングス見てない、うん、だけどやっぱりね、前田明は俺は新日本のイメージなんだよな、うん、UWF 作って出てって、いやもう本当そうです、我々はもうね、そうですよね、はい、リングスのイメージよりは、うん、あ、やっぱ前田さんはどうですか、あの個人的にお知り合いでいらっしゃる人、もうあのまあまあそんなあの知り合いっていうことではないんですけども、まあでもあの僕上京した時に、はい、たまたま前田さんと一緒にご飯食べる機会があって、その時はまだ全く無職だったんですけど、はい、すごく前田さんに励ましていただいてですね、まあね、人間ね、高いところから落ちてもね、なんとか、ね、足からつくようになってるからね、なんとかなるよすごいよくわかんないんだけど、言ってるんだよ、何を言ってるのかよくわかんないけど、わかりましたっつってこれわかんない人ね、あれだけど、似てるんですよね、今の、いや似てる、僕も前田明さんに2回話しかけられて、2回ともえって言っちゃったんですけど、それはやっちゃいけないよくそんな勇気がありますよ、分かんなくても、はいって言わないと、そこはそうなんです、いや、本当に前田明キャプチュード、はい、はい、じゃあ、待望の、うん、第1位、第1位どうしようかな、第1位はじゃあですね、うん、第1位、じゃあ、3曲目、飛ばしの4曲目に行きましょう、ね、はい、じゃあ今週の清野茂樹が選ぶ、はい、千のプロレスレコードを持つ男清野茂樹です、今週の第1位、カタ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 、頭の中でね、あの黒いボールがね回ってますよね、はい、久米宏さんになったつもりでいきましょうかね、はい、はい、それでは今週の第1位こちらでございます、まあ、やっぱりこれですよ、いや入場テーマはいろいろありますけども、やはり最後はこの曲にとどめを刺します、今猪木が姿を見せました、花道険しい表情を浮かべている、口を真一文字に結んでおります、悲痛な表情に見えますアントニオ猪木みたいな感じですよ、リング上で待ってるの誰なんだろう、リング上で待ってるの誰なんだろう、白装ジムドゥーガンであります、なんでだよなんでだよなんで白装ジムドゥーガンなんだよ、ダスティどうですかと思ったから白装ジムドゥーガンだと、さあ3本のロープが今猪木を迎えるようにとしていますってみたいな感じでね、素晴らしい、すごい素晴らしい、あ、まあ、やっぱいろいろ考えて、ね、ビートルズもそうですけど、いろいろ考えて、いやーやっぱりホワイトアルバムのあの曲ですよとか言うのは逆にかっこ悪いと思うんですよ、なるほど、うん、やっぱここはねレッドイットビーでいいんですよ、なるほど、イエスタンでいいわけですね、イエスタンでいいですよ、もういろいろそういうのはねもうなし、やっぱりこれベタなのがいいんですよ、いや分かる、いや僕はもう本当いろいろそういう時期もあったんですよ、うん、ホワイトアルバムがうんぬんとかいう時期もありましたが、うん、もう僕はそれ超えました、サーシャントペーパーズローリーハスクランバーとかいいとかね、いいとかね、うん、なんかもうそう自演とかどうのこうのとかいいじゃないですか、違う、結果赤バナ大バンだよねみたいな、そうそう、うん、一番美味しいのが詰まってんだからこれだよこれっていう、うん、やっぱ猪木の炎の方、もうおそらくですよ、日本の入場、あらゆる入場テーマの中で、うん、一番有名な曲がこれだと思う、まあ、そうですね、確かにそうですね、うん、これを一回も聞いたことないですねっていう人があんまりいないでしょ、いないですね、うん、これはこれだと思うんですよ、いやでもこれはでも猪木さんが引退した以上は誰入場曲でも聴けることはないわけでしょ、まあそうですね、まあ一時あの藤田和幸さんがねバージョン違うのを使ってましたけど、今はもういないですよね、いや素晴らしい、はい、いやこんなことの裏話が全部この本に含まれてるわけですね含まれてるんですよ
そうなんですよ、なぜ猪木がこの曲を使っているかとか ね、 ね、今すぐ書店に走ろうぜ、走ってください。8時53分ですからね、もうあと7分ぐらいでおそらくほとんどの書店は閉まってしまうかもしれませんけども、ねえ、ぜひとも皆さん走ってください。ねえ、さあということで、はい、第1位は、はい、猪木ボンバイですね、はい、これはモハメッド・アリの曲ですね、もともとね、もともとはそうなんですね、アリからプレゼントされたと、プレゼントされたと、ね、ただまあアリの方からプレゼント、はいどうぞってもらったわけじゃないんですよね、うんうんうん、まだ、それはこの本の中、この本の中にもう宣伝上手だからね。いやそうなんですよ、ね、あとなんかちょっとなんか面白いのを持ってきてくれたんでしょ今日は、はいはいはい、じゃあ、うん、今週のスポットライト、スポットライト、やっやっ、自分で自らちょっとディレクターとか来ましたけども、さあ、三田来さんから来て、ソロコントレーラー出ますか、なんだトレーラー、あートレーラーは分かんない、これキングレコードから言われれば作ります。さなえちゃんがいつも来てくれてる、鈴木大大社長がいいな、鈴木大、鈴木みのる、ま、鈴木みのるさんは面白いと思うね、ただね、うん、やってくれるから鈴木大相手にね、うん、あとね、あの人いいと思う、あのキャッチアズキャッチキャンのもう一人の鈴木さん、鈴木秀樹、鈴木秀樹さん、あーなるほど、うん、彼もなんかいいななんて勝手に思ってますけど、いいですね、そんなことを考え、さあスポットライト、はい、今週のスポットライト、はい、何でしょう、今週のスポットライトはですね、はい、これは入場では一度も使われてないぞという入場曲をですねご紹介したいと思います、はい、今からですね本当にあの30年以上前ですね、新日本プロレスがもう本当にあのプロレスブームで盛り上がっていた頃にですね、タイガーマスクの頃、はい、そうなんですよ、もう出せば売れたんですよ、でもうどん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 いろんな商品が出ておりまして、うん、でレコードが、まあ、プロレスレコードが出た中に、うん、審判団のテーマという曲、審判団ってあの当時のですか、はい、当時の審判団のトップはミスター高橋、高橋、それから柴田勝久柴田くんの勝頼のお父さん、お父さんですね、はい、勝久さん、はい、それからですね北沢元幸さんもいらっしゃった、はい、はいはいはい、それから、タイガー服部さん、服部さんもいた、服部正雄という名前でしたね当時はね、このレフリーのテーマ曲っていうのが当時あったんですよ、どのタイミングで流れてたんですか、だから流れてないんですよ何のタイミング作ったんだよ、じゃあだから多分ね、そのトラックが余ったんでしょうね、その終末曲トラックが余った、あるじゃないですか、佐々木さんもそのパッケージ作るのにこれ収録時間足んねえな、尺足んねえな、勝敗で勝敗っていうやつね、そうです、うんうん、なんか入れなきゃな、これ入れとけっていうので多分なんか適当なんか分かんないですけど作って入れたんだと思うんですよ、うん、一度も使われることがなかったというなんと審判団のテーマ、審判団のテーマ、はい、山本小鉄さんも当時レフェリーかね、いろいろ山本小鉄さんもね、これ入ってますで、これどういう曲かというと、うん、まあ普通音楽なんですけど、うん、時折その審判のだからレフリーの名前が、うんうん、その音楽の中に出てくるんですよレフリー山本小鉄とかね、服部正雄とかね、それを、まあ、田中ケロさんがちょっと読んでると、ああケロさんがね、はい、ちょっと聞いて、謎の曲です、聞いてますか、はい聞いてください、では審判団のテーマですこれ何年ぐらいの、84年ぐらいじゃないですか、あ違うな、82か、昭和57年、はい、長州力の維新革命があったんですね、まさにそうです、こういうフレーズ多かったですよね、多かったですね、これなんかトランペットのなんかね、フォンセクションの、はい、なんかフレーズもなんかどっか楽譜使いましたような感じですね、ちょっとスペクトラム的なね、スペクトラム的なフュージョンチックな、あちょっと一応安っぽいフュージョンみたいな、はい、あスペクトラムね、確かに、うん、インザスペースね、インザスペース、うん、自分の中で今入場シーンを組作ってるんですけど、ね、これで三沢隆史何このインスト感、ずっとこうインストなのこれ、途中で声が出てくるんですよ、まだ出てきます、ね、これ鈴木みのるの風になるぐらい結構待たなきゃいけないんです、そうですね、うん、ホーンセクションが、うん、まあ、ちょっと当時の流行りのフュージョンっぽいね、確かに、テーマだまだ来ない、まだ来ない、もう2分前だよ、はい、まだ来ませんねもう一回聞かせてくれね、これあ、なんか変化がこれはケロさんですね
我慢我慢え普通今のところ来ない違うの来ないですね。あれ何人か名前をね呼ぶところがあるんですよ。レフェリーミスター高橋石川君が出てないですよ。出てこなかったですね、うん、さあこの後ですよきっと、はい、さすがにあと1分だよあと1分来ないっすね。なんだよこれ時間が来ちゃったじゃないかよ。いや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 、ミスター、エミリー、ミスター高橋石川君言ってなかったですよ。あの何人か全員の名前が出てくるという柴田勝久さんとかっていうね。来ない感じがしめっちゃくちゃ面白いですね。いやいやそうなんです。来ないね、本当、こんなに来ないことってあるんだね。もう RG のあるあるみたいな、なかなか出てこないっていう。いっぱい。そんなさあ、ということで、はい、あっという間にもう9時になっちゃいましたよ。1時間経ちましたけども、本当に申し訳ございません。多分日本のラジオでこの曲流れたの初めてこれは貴重な審判だ。さあということでね、清野さんが出しましたこの1000のプロレスレコードを持つ男、はい、これね本当に面白い本だとプロレスファンの方はぜひお買い求めいただきたいと思います。バイブルなんじゃないのこれ、はい、立冬社から現在発売中2000円でございますね。2000円、はい、まあでもそれだけの価値はある、はい、もう2000円来ないと買いに行くでしょ、うん、ツタヤだったらまだ空いてるんで、はい、そうですね、ね、行きたいです。ぜひ週末じっくりと皆さんお呼びください。はい、はい、ということで清野さん今日いきなり来てもらったけれどもお忙しい中、はい、でまたまああなたがこれあなたの番組でもあるんだから一応準レギュラーとしてまた来てください。はい、はい、そしてニールセンももうすっかり最近もう準レギュラーみたいな感じだけど、あ、いやもっと呼んでいろいろプロレスのことをお話ししたいです。楽しいでしょ、はい、こういう話ね、はい、いろいろと、はい、もうももクロとプロレスと、はい、そしてバナナマン東京でなんか幅広く活躍しますこうニールセンね、今なんかねいろいろ忙しいでしょ。忙しいです、ね、今ラジオ来てる場合じゃないでしょ。はい、ドラマの今仕込みやってるんで、ドラマの仕込みやってますね、はいはい、ね、いろいろと、はい、まだ言えないんで、はい、まだ言えない。さあ僕もねいろいろ今もうとにかく売って冒頭喋ったけど忙しいんだからもう、まただけどまあこういう時間も大事だから、はい、ね、ちょっとリフレッシュするためにまたやりたいと思います。この続きまでまだまだできるよね。そうですね、ね、まだもう4位から下もありますすごいなぜひ次回また楽しみにしていただきたいと思いますんで、はい、ね、うん、じゃあ清野さんまたぜひ来てください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、そしてニールセンもありがとうございました。ありがとうございました。はい、原宿ボディスランボーイズ、また次回ね、やれる日をちゃんとツイートしますんで皆さんチェックしてみてください。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。はい、ビリー・グラハムのスーパースターってもうね、本当に。